それでは時間となりましたので、セミナーを開始いたします。本日座長を務めますのは、九州大学アジア・オセアニア研究教育機構、研究推進コーディネーターの横田文子准教授です。それでは横田先生、よろしくお願いいたします。はい、本先生ありがとうございます。皆様こんにちは。横田文彦と申します。マスクをしたままで失礼いたします。本日は第93回、ブランバックセミナーにご参加いただきありがとうございます。4月の後半となり、気温の変化が激しい季節となっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。新型コロナウイルスによる行動制限の緩和によって、外出の機会が多くなる、嬉しい反面ですね。花粉や黄砂、また PM2.5 などで困っている方も多くいられるのではないでしょうか。本日の BBS では、九州大学工学研究院航空宇宙工学部門から東野慎一郎先生をお招きし、固定翼ドローンとを活用した上空における PM2.5 などのエアゾルと呼ばれる大気中のですね、微粒子の観測についてお話しいただきます。固定翼ドローンとはどのようなもので、どこでどのようにエアゾルを科学観測するのか、そういうことが学べる貴重な機会をいただけて、本当に今日は感謝しています。それでは早速ですね、東野先生のご紹介をさせていただきたいと思いますが、スライドお願いいたします。東野先生は、このスライドにありますように、鹿児島県のご出身で、九州大学大学院応用力学で修士号を取得後、川崎重工業株式会社に勤務されまして、その後、九州大学に戻られ、助手、講師、准教授を経て、現在は工学研究員、航空宇宙工学部門の教授としてご活躍されておられます。写真にも、後で出るかと思いますが、宇宙飛行士のですね、若田光一さんは、九大の先生の1年後輩でおられます。東野先生は、2001年から1年間ですね、アメリカ、シアトルにあるワシントン州立大学で客員研究員もされていて、滞在中、パイロットスクールに通われまして、パイロットのライセンスも持っておられます。現在もほぼ毎日、グライダーのふ、あ、毎月ですね、グライダーのフライトや、またヨットも楽しんでおられるということで、大変趣味もたくさん持っておられる先生です。南極にも4回行かれているということで、先ほどちょっとお話しさせていただきましたが、今日はですね、南極での調査のご体験やですね、空や宇宙のお話など、夢やロマンを感じることのできる楽しい BBS になるのではないかと思い、私自身もとても楽しみにしていました。それでは早速ですが、東野先生、講演の方よろしくお願いいたします。はい。それではちょっと、まず、音声とビデオをオンにしまして、画面を共有いたします。これで共有されているかと思いますが、大丈夫でしょうか。はい、見えています。はい。それでは、始めさせていただいてよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい。それでは始めさせていただきます。タイトル、固定翼ドローンと科学観測ということで、航空宇宙工学部門の東野と申します。この写真はですね、南極の昭和基地上空、だいたい高度10キロぐらいから、この左側にあります、小さめの翼端が赤い飛行機ですね。これ、固定翼ドローンなんですが、これから撮った映像なんですね。で、これ、実は、BS 朝日で南極日和って番組があるんですけども、それでも使われたし、あと学会の航空宇宙学会の学会誌の表紙にも採用されたっていう、まあ、私の中では有名な写真で、まあ、確かに綺麗な写真なんですね。で、まあ、この南極の話と、あとはエチオピアのですね、私、寒いところとか、極端に寒いところとか、暑いところの話が になっちゃうんですが、その話を、したいと思います。で、まあ、先ほどありましたけども、この右側にあります写真がですね、もう私これ酔っ払ってある写真なので大変恥ずかしいんですけども、若田光一宇宙飛行士が、
4回目の宇宙ステーション滞在から帰ってきたときに、まあ、一緒に飲みに行って、福岡来たので一緒に飲みに行った時の写真です。で、家族が、まあ、家内と娘が3人、それから犬が1匹いるんですけども、家の中で私だけが男性なんですよね。まあ、非常に、肩身の狭い思いしてますが、で、まあ、だからというわけじゃないですけども、南極とか4回ぐらい行きましたし、であと、まあ、この右側にありますけど、グライダーとかヨットとかが趣味です。で、このブラウンバッグセミナーっていうのは、SDGs っていうのがなんかキーワードになっているようで、まあ、その、あとで出てきますエアロゾル観測っていうのは、まあ、確かにちょっと関連する部分はあるんですが、このグライダーとかヨットっていうのもよく考えてみれば、非常に SDGs な趣味でして、要するに、推進力として燃料を使わないんですね。風とか太陽とかですのでね、あそこだけ SDGs だったかなと思いながら、このスライドを作ったりしました。冗談さておき、早速中身に入っていきたいと思いますが、今日はですね、この目次にありますように、まあ、ドローンとはっていう話と、まあ、それと科学観測、ドローンがどんなふうに科学観測に役に立つのかと。で、その例として、先ほどもお話しいただきましたけど、エアロゾルというね、まあ、PM2.5 とか黄砂なんかも全部エアロゾルの一種なんですけども、まあ、これの観測、それから、磁場観測っていうのもこれ、まあ、ですから、全部これ学部で言えば理学部の先生方が科学観測を屋外でするときに広域だったり広い領域であったり高い高度であったりをまあ調査するのにドローンを使っていると、まあ、その私はお手伝いをしているという感じになります。で早速ですがドローンっていうのはですね、皆さんこの右の上にスライドの右上にあるようなこれ、まあ、マルチコプターと正式には言うんですけども、マルチっていうのは複数っていうんですね。で、コプターっていうのはヘリコプターのコプターで、要するに回転翼のブレードとか言いますけど、それが複数あるのでマルチコプターなんですが、これをドローンと思ってらっしゃると思います。で、これは、まあ、私が思うには、マスコミの皆さんが、ドローンというので、まあ、これがドローンだと。皆さん思ってらっしゃると思うんですけども、ドローンというのはそもそも昔からその無人航空機のことをドローンと言います。ですから、こういう回転翼だったり、あるいは飛行機型のものは固定翼と言いますけども、これ全部ドローン、総称はドローンなんですね。で、まあ、その中でこのマルチのやつだけが有名になったので、これがドローンと思ってらっしゃる方が多いのじゃないかなと思います。で、その特徴としてはですね、このマルチコプターのドローンが有名っていうか、まあ、非常にこうブレイクした理由の一つは、ホバリングができるんですよね。で、さらに、操縦が非常に簡単になりました。昔のこの固定翼ドローンっていうのは、離着陸が一番難しいのが離着陸、特に着陸なんですよね。で、そこがなかなか自動化、しようと思えばできるんですけども、なかなか、自動化して素人の人たちにも使ってもらおうという発想はなかったので、されてなかったんですけども、このマルチコプターであれば、狭いところでもちょっと飛ばしてみるということができると、まあ、そういうこともあって、非常にブレイクしました。で右側のこの、右側には回転翼ドローン、かっこヘリコプターって書いてるのは、これ、ヤマハの、農業用のヘリですね。これ、世界的に見ても非常に売れた、固定翼ドローンなんですけれども、最近はやっぱりこっちのマルチの方が増えてきて、ヤマハでもマルチコプターの販売をしているようですね。でこのドローンってどうやって飛ばすのかと、ラジコンでしょうと皆さん思ってらっしゃると思います。でもちろんそういうのも多いです。で、まあ、それを遠隔操縦型ってここで書いてますけども、これあれですね。ポインターを出しましょう。はい、レーザーポインター。遠隔操縦型っていうのは、いわゆるラジコンですね。で、人間のパイロットが遠隔操縦をします。で、この回転翼ドローンとかは、ヤマハのものにしても、コンピューターで非常に離着陸も含めて半自動化されて使いやすくなりました。で、この右の下にあります、ね、これ固定翼ドローン、グローバルホークってこれ軍事用のドローンですけども、これアメリカの、空軍が持ってるものですね。で、これたまたま私韓国の学会に行った時に、エアショーみたいなところでエクスカーションがあって、そこで撮影したものですけども、これも実はラジコン方式なんですね。ただし、衛星回線を使いますので、まあ、グローバルな、それこそ名前の通りグローバルなラジコンみたいな感じ、グローバル方なわけです。で、もう一つは、自律型って言いますけども、
机上に載せたマイコンですね、マイクロコンピューター、コンピューターを使って、コンピューターが操縦するという方式もあります。で、私が今日お話しするものも、この自立型のドローンになります。で、自立型にしておくと、その電波が届かないようなところとか、遠いところまでも、コンピューターが操縦しますので、あとは GPS もちろん使いますけれども、飛んでいけるということになります。で、まあ、民間用途では、この自立型っていうのは今非常に多くなっています。はい。で、このドローンっていうのは、ドローンって何ですかと、名前、由来は何ですかという話をちょっと、ご紹介したいと思うんですが、昔、第一次大戦の後ですよね、こういう服用機って言いますけども、欲が、私たちの業界では翼と言わずに欲っていうんですけども、この欲が2枚ある服用機って言いますが、これ、イギリスのメーカーでデハビランドっていう会社があるんですけども、そこが、ある、まあ、その服用機のを使って、訓練用のターゲットっていうのを作りました。で、訓練のターゲットっていうのは当然、その機関銃とか、そういうもので、撃ち落とすこと前提ですので、人間が乗っていると具合が悪いです。悪いということで、無線操縦、当時から無線操縦ができたんだなってすごいと思うんですけども、遠隔操縦でそういうものを作ったらしいです。で、まあ、もちろん人間も乗れるようにはなってたらしいんですけども、で、400機ぐらい作られたと。で、これイギリスの無人機なんですが、で、名前がクイーンビーだったんですね。で、それをアメリカの海軍の提督のウィリアム・スタッドレーという人がたまたま視察に来てたんだそうですけども、これはいいということで、アメリカでもこういうのを作りましょうと。で、まあ、クイーン・ビーに対して、まあ、オマージュっていうのは、まあ、敬意を表してということですよね。米海軍の無人機はドローンと。ドローンというのはオスバチっていう意味です。あるいは、ブンブン言うものっていうような意味もありますけども、まあ、クイーン・ビーに対するドローンということで、ドローンと呼び始めたのが、ことの始めです。ので、今、軍事用のドローンって言うと、我々は普通は無人標的機のことを想像するんですね。だから、最近はもう全部含めてドローンというようになりました。で、一つだけ、なんでしょうね、よもやま話ではないですけども、世界初の量産ドローンという、まあ、左のこの写真にあるような、OQ2 っていう、まあ、いわゆるラジコンみたいな感じなんですけども、これが世界初の量産ドローンなんですが、これ、まあ、レジナルド・デニーっていうね、バットマン、昔のバットマンなんかに出てる俳優さんなんですけど、この人が買収した会社で、でここで、たくさん1500機、1万5000機か制作したとか、すごいですよね。それを生産してた。で、そこで働いてたのがマリリン・モンローなんですね。で、最初、陸軍かどっかの候補士のために写真を撮りに来た写真が、これ多分それだと思うんですけど、ですから作業服着てましたよね、つなぎの。で、まあ、プロペラを持って写ってる写真が、まあ、ハリウッドの誰かの目に留まってスカウトされたっていうのは、まあ、私たちの中では有名な話です。で、じゃあこのドローンと科学観測の関係ですけど、まあ、今までの話で、大体お分かりかもしれませんけど、回転翼ドローンというのは、ホバリングができる、ホバリングがその場に留まって、空中に留まって飛んでいられるということですね。固定翼それできません。そうすると、やっぱり狭い範囲の、まあ、映像だったり、気象観測だったり、空中物質のサンプリングというのは、要するに標本採取ですね。まあ、エアロゾルのそのものを取るとか、PM2.5 を取る。狭い範囲だったら得意なわけです。だけど、遠くまで飛べない。それはなぜかって言いますと、飛行機というのは、例えば自分の重さはもちろんその翼の揚力という言葉を聞かれたことはあると思いますけども、自分の重さを揚力で支えないといけないんですけども、そのために、自分の重さの10分の1ぐらい、まあ、大きさはその速度とかによって変わるんですけども、まあ、10分の1とか数分の1ぐらいの力で後ろから押してやれば支えることができる。まあ、それが翼の翼の働きなんですよね。なので、動き続けることによって、割と小さい力で飛び続けられるのが固定翼。それに対して、こっちの回転翼の方は、自分の重さを常にそのプロペラの回転で支えないといけませんので、そうすると使う、まあ、電池であったり燃料であったりっていう量は、どうしても回転翼の方が増えてしまうという、まあ、
面があります。ただし、ホバリングができる。まあ、それが、それぞれの得意、不得意な分野ですね。ですので、固定翼では、広い範囲の、まあ、同じようなデータ取得とか観測ができるし、高いところに登っていって、サンプリングして帰ってくるというようなことができるわけです。で、なぜこれを科学観測に使うかというと、もうローコスト、これにつきます。というのは、有人の、あの飛行機とかヘリコプターチャーターすると、やっぱり、まあ、その使いたい期間によりますけども、飛行機でも1時間、小さいあのセスナみたいなのでも1時間で10万とか、20万とか、ヘリだったら3倍ぐらいするんですよね。で、それを1日8時間とかって言うと、もうすごいお金になって、それ1週間とか言うと、まあ、ちょっと簡単には頼めないということで、ドローンを使う。ドローンだとやっぱり1桁、2桁額が違いますので、やっぱりそういう面でも使われるということになります。で、ここに、示したのはですね、私がまあ今まで関わってきたものです。で、まあ、南極とか、あと最近はエチオピアとかですね。で、まあ、いろんなのがありますけど、この中からですね、今日2つ、このエアロゾルの観測のためのものと、あと磁場観測のための、これ最初の一番表紙に、置いてあった機体2機なんですけども、これとこれですね、これとこれですね、そのについてお話をしたいと思います。最初の方がこのエアロゾルの観測とサンプルリターン用のこれ滑空型なんですね。いわゆるグライダーです。これプロペラついてますけども、基本的にグライダーなんですが。まあこれについて、まあこれ写真が、こう変な写真がありますけど、変な写真っていうかですね、まあ、気球にぶら下がってこう上昇していってるところなんですね。で、高いところのエアロゾルをサンプリングするために、気球で上昇するということを使います。というのは自分で上がっていくと、やっぱり燃料とかも電池とかが非常に必要なので、気球で上がった方が得なんですよね。簡単に逃げるということで、これを使いました。ただ、この写真がですね、ネット上に実はいくつか出てて、この間、アメリカの上空で気球を撃ち落としたなんて話がありましたけど、あれが日本でも2000年だったかな、に東北、仙台の上空に現れたんですよね。で、あの時に、あの気球は僕のやつじゃないかってマスコミが取材に来たりしたんですけども、いや、違いますよって、今コロナ、そうですね、コロナ始まったばっかりだったので、2020年かな。そういうこともありました。で、この右側の上にあるのが、まあ、エアロゾルの拡大写真、いろんな形してます。で、まあ、皆さん有名なのは PM2.5、それからこの間の黄砂ですよね。で、こういうのを観測してやると、まあ、濃度を観測したり、あるいは実際に採取して、まあ、顕微鏡で観察したり、あるいは化学組成を調べたりすると、どんな物質がどこからやってきているか、これ空気に乗ってやってきますから、どんな物質がどこからやってくるかというのが分かると。で、それをまあ地球のあちこちで調べてやれば、地球全体で、まあ、いろいろ、まあ、温暖化の問題もありますし、まあ、東京なんかでゲリラ、関東ではゲリラ豪雨なんてもありますけども、まあ、それとの関連も分かると。ということで、まあ、エアロゾルの観測というのはずっと継続的にやられています。で、その方法として、いわゆるゴム気球にぶら下げてやる方法、それから係留気球って言いまして、長いロープ、ロープといってもですね、長さ2キロぐらいのロープなんですけど、やる方法、それから有人の飛行機でやる方法というのが今まであったんですが、まあ、ゴム気球というのは高度30キロぐらいまで上がります。で、いいんだけど、その上空まで行くと破裂して下に観測機とか落ちるんですけども、その回収が難しいことが多いんですね。どこに落ちるか分かんないし、落ちたところが回収できる場所かどうかっていうのも、まあ、保証の限りではないと。で、1回ごとに200万ぐらいずつその観測機のお金がかかるって、これも大変だ。で、係留気球はいいんだけど、これ長さがせいぜい2キロですので、高度がせいぜい2キロなんですよね。ところがゴム気球だと30キロまで行けるのに、2キロだとちょっと高度が低いですよねと。で、有人機だと、まあ、やっぱり一つにはお金がかかる。それと、有人機といっても、上がれる高度ってのはせいぜい10キロちょっとなんですよね。ということで、これなんとかならないかということを、まあ、実は相談されまして、ならば、無人機で、まあ、ここでは UAV、ドローンって言っておきながら、昔は UAV っていう言葉を使ってましたので、UAV って書いてますが、まあ、ドローンでやったらどうという話。で、しかも、上がるときは気球で上がっていったらどうですかという話を、まあ、提案しましてですね。で、それからプロジェクトが始まりました。
で、それうまくいったら南極でやりたいんだけどって話なんで、なんで南極なんですかということなんですけど、これ、まあ、地球儀というかですね、見てもらえば分かりますけども、南半球っていうのは北半球に比べて、その地面が少ないですね、ほとんど海ですね。南半球にあるのは南アメリカとオーストラリアとアフリカぐらいです。で、そうすると、その都市でデータを収集しようと思っても、やっぱり圧倒的に数が少ないので、南極、南半球のデータが欲しい。さらに南極にはそれぞれ国が、いろんな国が基地持ってますので、まあ、日本の昭和基地でもやりたいということで、まあ、話がスタートしました。さっき曲言っちゃった。はい。ね、皆さん、南極ってどうやって行くのって思われると思うので、ちょっと一応、その疑問に答えるための資料も用意しました。まず、この左側の地球儀みたいなやつがですね、そのしらせってやつの航跡なんですけど、途中までしかちょっとないんですけども、このあとオーストラリアを経由してですね、昭和基地まで来ます。で、それはちょっと待ってくださいね。この Google Earth、これですね。これで、昭和基地ってそもそもどこにあるんですかっていうのはお分かりでないと思うので、ここですね。ここですね。日本、ここにあります。で、しらせは、このオーストラリアの、この辺にこうちょっと黄色いのついてますけど、ここフリーマントルってとこなんですが、このフリーマントルまで行って、で、隊員の人たちはここまで飛行機で行きます、普通は。で、その後、しらせってさっきの船に乗って、昭和基地まで行きます。昭和基地が、これですね。ちょっと小さくしてからやらないと、どう通ったのか分かんないですよね。うん、昭和基地ってこんな感じで、こうやって見ていくとですね、建物が並んでるのが分かると思います。これ昭和基地なんですね。で、これをずっとまあ、拡大じゃない、縮小していきますとですね、経度的には、ここに、アフリカがあって、マダガスカル島があります。ただマダガスカルとほぼ同じぐらいの経度なんですよね。統計35度ぐらいだったと思います。それから、緯度が南緯69度、70度にちょっと届かないぐらいのところです。で、それに、こんな風にしらせという船に乗っていきます。で、まあ、途中こんなペンギンがいたりとかですね、アザラシがいたりと。で、皆さんこれご存知の方もいるかもしれませんけど、こんな話してるんだけど終わらないかもしれないんですが、ペンギンっていうのは南極にしかいません。南半球にしかいません。で、シロクマっていうのは北半球にしかいないですね。アザラシ両方いますけどね。で、これちなみにですね、砕氷航海といいまして、これ戻さないといけないな。これ船の原石からですね、この辺氷が壊れてるのに、まだ厚水量に30センチです。ですよね。で、このエアロゾル観測ですが、やり方としてはこんな感じですね。まず、この機体の中に観測機器を積み搭載して、この機器を使って高度を上げます。で、ある高度になると、自動的に分離する、あるいは機器が破裂する場合もありますけども、でそうすると、そこから自動的に滑空を始めます。引き起こし、ぎゅっと引き起こしして、滑空して、基地の上空まで戻ってきて、で最後、滑走路ありませんので、まあ、パラシュートで回収すると。まあ、こういう仕掛けなんですね。で、これを、まあ、機体はその外注でお願いしたりしますけど、中のコンピューターのハードウェア、ソフトウェアとかは、全部自前で、まあ、学生さんたちと一緒に開発しました。で、上に行きますとですね、マイナス50度とか60度とか冬はまだやってないですけど、マイナス90度とかなるんですよね。だけど、一応まあ、マイナス90度ぐらいまで、そういう冷蔵庫、特殊な冷蔵庫の中に入れて、動作確認とかもやる必要があります。だからこれが、
中に積んでるものですね。で、こういうエアロゾルを、サンプルを取る装置とか、濃度を観測する装置っていうのをこの辺に入れて、で、まあ、制御装置、これ、いかにも手作り感が漂ってると思うんですが、これを入れて、掃除させると。で、まあ、カメラつけたりしてるので、あと映像を見せしますが、で、あと、まあ、大きさが、幅が3メーターぐらいなんですね。で、重さ10キロと。まあ、そんな感じです。あ、これ中身の様子ですね。で、これが、制御装置で、サンプルの取得装置と濃度観測で、このインテークから外気を取り込んでそれぞれ観測したりサンプルを取ったりする。で、この、金色のこう何でしょうね、サバイバルシートみたいなやつで覆ってあるのは低温から守るためなんですね。あの人工衛星なんかもこれ金色のフィルムが貼ってありますが、あれ全部サーマルブランケットって言いまして、温度をまあ冷えないようにするためのものです。で、2015年だったと思いますけど、その時の功績ですね。で、ここのローンチって書いてるとこから出発しまして、気球で最初横にバーって流されて上がっていって、高度23キロまで行きました。で、ここで気球が破裂して、最初、ちょっとこの時は都合でパラシュートで最初降下させて、で、高度12キロぐらいでパラシュートも分離して、で、そこから滑空を開始して、まあ、基地の上空、基地というか、まあ、やってたところの上空まで戻って、あとはぐる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 回りながら着地させた。で、まあ、これ多分、高度記録だと、南極での高度記録、世界記録だと思います。で、その時の、見ますのでね、あんまりやってると時間がないので、で、これが、このヘルメットかぶってるのは私ですけど、こういうふうに、気球が細長くなっちゃってますけど、こんな風に、ワイヤーの雪上車ですね。雪上車で1ヶ月以上生活しました。で、自炊です。で、水は周りの氷、雪を取ってきて溶かして水にするんですけど、まあ、食料だけは持っていきますね。で、だんだん上がっていくと、周りがこのように見えてきて、まあ、OAT というのはアウトサイドやテンプレーチャーと周囲の温度ですけど、まあ、マイナス50度ぐらい、高度10キロぐらいまで行くとマイナス50度ぐらいになります。これ、ちょっと黒く見えている場所がありますけど、これ、昭和基地だったりします。今のは、これちょっと向きが違いますけど、で、高度が23キロまで行って、この時は気球破裂しちゃいました。で、まあ、それはあり得るかなとは思ってたんですけども、で、その後ですね、これ、気球が破裂するところが楽しみに出てきますが、これ上から見た。ここに昭和基地があります。で、これでなんか筋が入ってますけど、これはしらせが動いた後なんですよね。で、気球が破裂する様子がビデオ撮られてられる。で、この空の色を見ていただきたいんですけど、真っ黒ですよね。で、ずっと降りてくると、このように色が変わります。これ高度10キロぐらい、12キロぐらいかな。で、ここでパラシュートも切り離して、で、それから引き起こしをして、これ、後ろの画像になってるのは、前のカメラがこの時曇っちゃったんですよね。なので、こういう後ろ向きのカメラになってますけども、で、旋回して戻ると。で、最初下まで来たならば、パラシュートで、パラシュートを開いて、降りる。降りるんですけど、まあ、下意外と下に、これ横から撮ってくれた人で、ここでパラシュートに入れてます。これでずっと降りていって、で降りてきたっていうんで、このここにこの雪上車の上に立ってる人がこのカメラで写真撮ってくれました。この人ですね、この人が撮ってくれた写真が、まあ、こんな感じで最後回収するビデオが撮れたということですね。はい。で、まあ、あまり時間がなくなってきましたけども、エアロゾルの濃度観測の結果ってのはこうやって得られます。で、まあ、私専門でないので、あれですけども、意外とこう、成層圏がこの、ここから上ぐらいですね。で、下の方が対流圏って言われるところですけど、意外と上の層の方に、エアロゾルって多いんですねっていうのがわかります。で、この話してる暇ないかもしれないですけども、これ後でやりましょうかね。最後時間があれば。で、あと、南極は実は他のところにも行ってまして、このサウスシェトランド諸島ってこの辺に行ったんですけど、その時はまあ飛行機で行ったこともあるし、この海軍の船で行ったことありますし、海軍の飛行機で行ったこともあるし、で、最後、島を渡り歩くのに、ゾディアックってゴム、何でしょうね、
の小さい船で動いたこともありますし、スペインの海軍の船に乗せてもらったこともあります。まあ、いろんな生き方があります。で、この後に私、各基地のですね、食事をちょっと入れてますけど、これちょっと時間がないので飛ばします。後でまあ見ていただければいいと思います。コメントは書いてますので、大体お分かりかと思います。で、その時の使った私が開発した無人機は実は、国立極地研究所の横にですね、北極南極科学館っていうのがあるんですけど、そこの中でガチャガチャっても、おもちゃありますよね。あれになってますので、もしよかったら、あと機体自身は中に飾ってありますので、見ていただければと思います。これちょっと事前のスライド入ってなかったんで申し訳ないです。同時通訳の方には申し訳ないですけども。で、最後ですね、ちょっと手早くですが、今度は、暑い方ですね、エチオピアでの宇宙磁場探査についてお話ししたいと思います。で、今、それこそこのハルツームっていうのは、スーダンの日本人、外国人を今一生懸命救出してますけど、その隣にエチオピアがあります。で、まあ、北部の方は確かにあんまり安全ではないんですけども、私はまあ、言ったのはこのアファールオーチという、オーチっていうのは英語でデプレッションっていう、うつ病のうつと同じ英単語なんですけど、これはまあ低い土地っていう意味なんですよね。で、なぜここかというと、これもまあやっぱサイエンスの方々っていろいろあって、この紅海っていうのはもともとつながってた、なかった。アラビア半島とアフリカ大陸つながってたんですね。で、それを、アラビア半島が離れていって、割れていくと、そうすると海水が入ってきて、ここに紅海ができてるんですけども、その割れてる一部っていうのはここの場所にもあるんですね。で、この三角形にこう、私は丸で囲んでる部分とか三角形に見えると思うんですけど、これって実はアラビア半島のこの先の三角形とほぼ同じ形をしています。これティラミスみたいな感じで層になってるやつが上の方だけがわっとこうアラビア半島にくっついていっちゃって、ここは割と低い土地があらわになってるんですね。で、そこにその割れていく軸みたいなものが出てるという、まあ、地球上でもなかなかない場所ということで、そこでの磁場を観測すると、地下構造がどうなっているかが分かるということで、これも無人機で渡航範囲をサーベイしたいということで、協力をさせてもらいました。で、ここちなみにルーシーっていうアウストラロピテクスですかね、の化石が出たということで有名な場所ですけど、観測した場所はそれのまあ非常に近いところです。で、この時、まあ、こういうちょっと変わった形のね、イカみたいな感じの、まあ、これは観測の用途のためにこういう形で設計したんですけども、これは長距離飛べるようにして、持ってきました。で、まあ、スライドでも、この準備、こんなふうにして準備して、で、これ、なんでしょう、ね、水が溜まってできた缶湖みたいなところの跡を、離着陸場として利用したんですね。で、そうすると下が、まあ、砂に小石混じりのところで、まあ、なんでしょうね、すごい埃が立つので苦労しましたけども、で、それをなんか短くまとめたのがありますので、それを動画をお見せします。これはまあ、エンジン使用しているところですね。で、これ、離着陸はちょっとプロの方がやっとお願いして、で、私はこれ朝、早くからこうやって準備するっていうのは昼間なんか暑くて人間がやってられないんですね。なので朝早く3時とか4時ぐらいに出て、暗いうちからこうやって準備して、でセットして、でこんな感じで、でもなかなかね進まないですけど、というようなことをやりました。ラミルってなんかあれがついてるんですけども、ちょっと、あれ、はい。で、まあ、離陸の審査ステーションでこうやってチェックして、どこを通るかっていうのを設定したりとかして、で、ね、こういう赤い赤で示したところを飛んだんですけど、ちなみにこの幅が60キロです。だから非常に広いところ、なんか60キロかける7、80キロ四方ぐらいの間を飛んだ感じですね。で、飛んだ距離って930キロ飛びました。で、そうすると、時間を飛ばしますが、そうすると観測データが取れて、そうすると地下構造、これ見ても皆さんあまり何のことか分かんないと思うんですけど、それは私も実は一緒で、なんかこの辺に、まあ、いわゆる地球でいうところの N 極と S 極に相当するようなものがなんかあるらしいんですけど、まあ、それと相当したようなものが、そういうのが地下構造が見えるということで、まあ、今年も実は
11月ぐらいですかね、行くことになってます。で、それを継続して、詳細な調査をするというつもりです。で、まあ、終わると、まあ、どこでもそうなんですけど、その現地の人たちとね、こうやって写真を撮って、よかった、よかった、ということをやるのが、常ですね。ちなみに、最後です。これはエチオピアの食事ですけども、これインジェラっていう、まあ、でしょうね、穀物ですね、を使った、パンではないですけども、こういうものと、あと、まあ、あとはヤギの肉が多いんですね、ヤギの肉。それと、まあ、あとは水代わりにみんなビール飲むんですけども、まあ、こういう感じで、まあ、楽しい時間と、暑さと戦いながらやったというような感じです。はい。ちょっとオーバーしてしまいました。すみません。以上でございます。ご清聴どうもありがとうございました。東野先生、ありがとうございました。もっとですね、時間があればと思って、本当先生申し訳ありません。もっともっといろんな先生のご体験を聞ければと、もうちょっと聞きたかったなと本当思いました。エアゾル、どうもありがとうございました。はい。ラマタロウ先生、次回また第2回もぜひ発表していただければ本当ありがたいなと思ってですね。エアゾル観測のフライトの様子のビデオとかですね。はい、いや、本当すごい感動しましたし、南極にある各国の基地の食事とかもできたら、ぜひちょっと、はい、お話しいただければと、本当たくさんのスライドの写真とか、ビデオとか、本当にわかりやすく、いろんな情報をですね、共有いただいて、本当ありがとうございました。どうも、こちらこそありがとうございました。はい、ちょっとですね、あと 4,5 分ありますので、はい、質疑応答の時間も少しいただければと思います。はい、視聴者の皆さん、もしよろしければですね、このチャットボックスの方に、何でも大丈夫ですので、ご質問やコメントとか、いただければと思います。私もたくさんちょっと聞きたいことが、あるんですけれども、先生のその最後に同校メンバーのお写真もありましたけれども、はいはい、この大学の方以外に海外の方とか、はい、他の日本の方とか、どういう方々と先生一緒にこの研究っていうのはされていらっしゃるんでしょうか。ですね。これですね。うん、これまあ日本人のうち、ほとんどは、この、女性は学生さんです。これ、うちの学生ではなくて、他の大学の学生さんなんですけど、やはりその、関係する領域の、これ、まあ、全部その、地学のサイエンティストの方々なんですよね。で、まあ、その大学の学生さんと、院生ですけどね。で、あとは、ちょっとこの無人機の操縦とかを手伝っていただく、まあ、プロの方と、あとはですね、アジスアベバ大学、要するにカウンターパートが必要なので、アジスアベバ大学の先生ですとか、あとこの辺におられるのは、この辺、車で移動するのにレンタカーっていうのは、運転手付きでお願いするんですよね。で、その運転手の方ですとか、あとここに2人ぐらいいるのはですね、こういうところって、この飛行の許可を得るのに、情報局みたいなところの許可を取る必要があるんですが、で、その情報局の人が2人、ずっとまあ見張られてるのかなんかわかんないですけど、見張りに来るんですよね。で、前回はなかったですけど、これ以外に、現地の警察官の方を、まあ、ガードとして、ボディーガードとしてお願いする場合もあります。そういうメンバーになるんですね。なるほどですね。いや、ボディーガードっていうのはですね、やっぱりアフリカっていうのは非常にやっぱ部族間の構想が、こう激しいところで、部族間で言葉が通じないことも多いんだそうですね。で、それが元でこういさかいになったりするらしいので、あと通訳をお願いする場合もあります。なるほどですね。いや、本当に南極とかエチオピアとか、本当にリスクの高いところでですね、本当素晴らしい研究をされているなと本当思いました。チャットボックスのに先生、たくさんちょっと今、はい、はい、質問が来ておりますので、はいはい、ちょっと時間も限られておりますが、はい、先生、簡単にそれぞれ、はい、ご回答いただければと思うんですけれども、はい、そうですね。はい、ぜひですね、はい、サイエンティストとエンジニアの考えの違いを教えてくださいというご質問がまず。はい、わかりました。これ、私が
感じて、みんながみんなとは限りませんけども、まあ一言で言いますとですね、サイエンスの人たちって、まあ、こういう、なんでしょう、ドローンにしても何にしても、いわゆるツールの一つなんですよね。だから手段に特にこだわりはありません。なんですが、僕らとしてはやっぱりその望みを叶えてあげたいと思って一生懸命やるわけですよね。で、やっぱり考え方が統合したり設計したりという考え方。で、サイエンスの人たちは解析したり分析したりっていう、要するに上からと下からちょっと考え方違うんですね。で、手段にこだわりがないので、まあちょっとあんまりいい言葉じゃないですけども、二股三股かけられるわけ、要するに安全牌のためにです。安全のために。だけど我々はもう一生懸命やってるわけですけども、場合によっては、なんかプイッとこう、そっぽ向かれることもあったりしてですね、その辺がなんかこう、片思いみたいだなと思うこともあります。ありがとうございます。先生、次のご質問は、はい、ですね、先生、これ、申し訳ありません。連打語でいいんでしょうか。はい、連打語のように、はい、連打語ですね。平流球を複数掲げて、高度を稼ぎ、はい、うん、高度での観測をする方法はあるのでしょうか。ああ、これはいいアイデアかもしれないですね。私、これは考えたことなかったですけども、あり得ると思います、それは。だからこれいいアイデアだと思いますよ。ありがとうございます。もう一つの質問が、南極へ行くために許可必要でしょうか。また個人で行けますか。1回あたりいくらくらいかかりますか。はい、ですね、許可っていう意味で言いますと、実は環境省の許可がいります。環境省からこの人は南極に行っていいですって許可書をもらうんですよね。で、個人ではですね、行こうと思えば、さっきお見せした南極半島の近くのところであれば、チリとかの旅行会社が、南極と称して、あの辺りに船とか飛行機で行くツアーを企画してます。で、1回あたりいくらかって言いますとですね、まあ、全部合わせると大体普通、山登る人たちがいますけども、あの人たちが、エベレストに行って、エベレスト1000万、南極600万って言いますよね。なんですけど、実際、その旅行会社のツアーなんかを利用していくと、そこまで600万とかかからないと思います。せいぜい、そうですね、100万とか200万のオーダーでいけるんじゃないでしょうか。思います。はい。ありがとうございます。先生、本当にもっと時間を取ってですね、やってやればよかったとちょっと思うんですけど、先生、お時間が出ました。はい、はい、新学期が始まってお忙しい中、本当に先生、貴重なお時間をいただきありがとうございました。こちらこそご清聴いただきありがとうございました。ちょっと話がね、駆け足でちょっと分かりにくかったかもしれません。いや、とんでもございません、先生。本当にいろんなことが本当によく分かりました。またたくさん今日視聴いただきました皆さん、質問いただいた皆さん、本当ありがとうございました。それでは事務局の方から、来週のアナウンス、またアンケートのアナウンスありますので、あと少々お付き合いいただければと思います。私、これ共有は停止してよろしいでしょうか。はい。お願いいたします。はい、先生、ありがとうございました。どうもありがとうございました。私もこれ退出してよろしいでしょうか。はい、先生、本当ありがとうございました。はい、またメールさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。はい。東野先生、横田先生、ありがとうございました。最後に事務局よりご案内させていただきます。まず次回のブラウンバックセミナーのご案内です。次回は再来週の5月10日水曜日12時10分より、九州大学薬学研究院臨床薬学部門の西田元博教授より、心臓研究から健康長寿、そしてワンヘルスの実験を目指してと題し、講演を実施いたします。詳細はホームページをご覧ください。